皆さんこんにちは。今週の週刊少年マガジンでは来年出が9歳、そのため3月2日発売予定の最新281話に備えて、直近の合併号から現在に至るまでの内容を振り返る尺の関係上2本に分けて紹介、また現在作中で行われている西東京大会決勝稲瀬聖堂戦、この試合は何話から始まり現時点で何話経過しているのか、この調べた情報や昨年の夏大決勝参考にあと何話で今回の決勝戦が終了するのか予想、最後に281話終わり方予想、以上4本の動画に分けて281話救済特集を動画にしていこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていいと思った方は高評価よろしくお願いします。それではまず281話救済特集1本目となる直近の合併号から現在に至るまでの内容を振り返る前半部分をご覧ください。274話では273話から始まった5回の表の内容が描かれ完結しました。一体どんな内容になったのか。この回先頭の6番フリアがライト前の5点ヒットを打ったこともあり、聖堂はノーアウトランナー1塁というケースを作っていました。ノーアウトランナー1塁、このケースで隙には7番東條を迎える。鳴宮対東條2回目の対戦、東條の1打席目は打撃シーンが一切書かれずラジオ放送で判明したセンターフライでの凡退、つまり今回の2打席目が決勝で初のバッティングシーン。しかし5回の表途中で0対0、まずは1点が欲しい両チーム、得点圏にランナーを進めることによって点を取れる確率は上がる。そのため今回のケース、東條はセオリー通り初球からバントを仕掛け見事成功。稲井サード矢部がチャージをし東條にプレッシャーをかけるも一塁側へ、ピッチャーである鳴宮がバント処理しワンアウトランナー2塁、聖堂得点圏にランナーを置くことができました。ワンアウトランナー2塁、このケース打席には8番金丸を迎える。金丸の1打席目はインコースの縦スラに空振りをし三振に終わっています。一体今回の打席はどんな結果を残したのか。ちなみにこのケース、イナイスの外野手は前進守備ではなく定位置、つまりワンヒットでも聖堂は先制可能。鳴宮対金丸2回目の対戦、この対戦は2球で決着。イナイスキャッチャー樹は聖堂8番金丸はまっすぐに強いということが分かっているため初球の入り方に注意した。そのため初球アウトローに落ちるボールを要求、しかしこのボールを見逃されワンボール。ちなみにこの落ちるボール、球種名は不明でしたが、フォークかなと思います。ここで2球目に入る前に金丸の狙い球が判明。稲津側も金丸はまっすぐに強いということは分かっているため、狙うなら変化球。中でも内に入ってくるボールだけに狙い球を絞る。そして2球目に金丸の狙い球でもある内に入ってくるボールが来た。金丸はこの2球目に強振し、打球はセンター方向へ。今回のケース、イナイスの外野手は定位置であるため、センター前のポテンヒットになると思いきや、イナイスセンター神谷がスライディングキャッチをし、ツーアウト。金丸は狙い球でもあったボールを前に飛ばすが、センターフライで終わっています。ツーアウトランナー2塁、なおも聖堂が得点圏にランナーを置いた状態で、打席には9番麻生を迎える。麻生は1打席目、鳴宮のまっすぐに手も足も出ず、三振に終わっています。一体今回の対戦はどんな結末を迎えたのか。鳴宮対麻生2回目の対戦、麻生はこの打席、ここまで鳴宮がチェンジアップを投げたのは4番である美幸だけ、つまり9番である自分には投げてくるわけがないと予想。しかしこの予想は外れ、1球目のチェンジアップに空振りしワンストライク。ちなみにこのチェンジアップ、二塁ランナーであるフリアが牽制士になりかけるぐらい見とれていました。その後は三幸関連の回想が挟まれ、最後麻生はアウトハイのまっすぐに空振りをし3アウトチェンジ。鳴宮はこの回先頭のフリアにヒット許しましたが後続を打ち取り、5回を投げ無失点ピッチング。5回の裏には突入せず274話終了。275話では5回の裏の内容が描かれていました。5回の裏は4回の裏で7番矢部が最後のバッターだったため8番神宮寺から始まる。神宮寺の1打席目はファールやボール球を見極めフルカウント、
この粘りの効果もあり、最後アウトローのボールゾーンに来た縦スラを見極め、フォアボール、ツーアウトランナー1、2塁というケースで後続へつなげました。同級生対決2回目、一体どんな対戦となったのか。平野対神宮寺2回目の対戦。この対戦は8球にも及ぶ対戦となっていましたが、作中で描かれたのは3球のみ。1球目は神宮寺がアウトコースのボールをファール、2球目は1球目とは違い神宮寺がアウトハイのボール球を見極めボール、この2球目を終えてカウント 2-3、 そして最後8球目、神宮寺アウトコースのボール球を見極めフォアボール。この結果神宮寺は今回の決勝2打席連続フォアボールで3に成功。ノーアウトランナー1塁、このケース打席には9番江崎を迎える。江崎の1打席目は2球で決着、1球目はアウトハイのまっすぐに空振りワンストライク、そして2球目1球目と同じボールに江崎は差し込まれセカンドフライ。江崎もクリアと同級生、一体どんな対戦となったのか。クリアと江崎2回目の対戦。現時点で今回の決勝戦は5回の表終了時点で0対0、両チームとも先制点を取り試合の主導権を握りたいということで、ナイスはこのケース得点圏にランナーを置いた状態で先頭に回したいということもあり、国友監督が出したサインは送りバント。しかしこの作戦は制動フリアの剛速球の前に撃沈。江崎はアウトコースのボール球をうまく見極めバットを引きワンボールをもらっていましたが、コーテを使った配球に苦しみ江崎は3バント失敗。フリアと江崎の2回目の対戦はまたもやフリアが勝利しています。ワンアウトランナー1塁、このケースの隙には1番神谷を迎える。神谷今回の決勝1打席目は自慢の足を生かしツーベースヒット、2打席目はここまでフリアのまっすぐが最速を更新したり三振で終わったことしか判明していませんでしたが、2打席目は高めのボールに苦戦していたことが判明しました。そのため精度キャッチャー三木は3打席目は低めの変化球が課題と発言。9番江崎の3バント失敗で得点圏にランナーを置くことができなかったイナイス、一体今回のケースもイナイスはどんな作戦を決行するのか。クリア対神谷3回目の対戦。この対戦は3球で決着。1球目はスライダーがアウトコースから外れ1ボール、2球目もアウトコースから外れ2ボール。ちなみに1球目神谷はセーフティーの構え、2球目からは投げる前からバントの構え。つまりイナイスはこのケース1番神谷にバントの線を出し2アウトランナー2塁、あわよくばワンアウトランナー1、2塁のケースを作り後続へと回そうとしている。そして3球目、神谷2球目同様投げる前からバントの構え。しかしノーツーということもあり1塁ランナー神宮寺がスタート。バッターの神谷もアウトコースに来たボールをバスターで捉え、打球はセカンド春一の頭を越えるライト前へ。つまりナイスはこのケースバスターエンドランを決行。神宮寺はスタートを切っていたこともあり3塁まず進塁、神谷は聖堂ライト、シラスの2塁への返球が少しでも向いていたら2塁ベースを狙っていましたが、シラスの返球は浮くことなく神谷は1塁ストップ。クリア対神谷の3回目の対戦は神谷が勝利しています。ワンアウトランナー1、3塁、このケースの隙には2番白川を迎える。白川の後続には早乙女山岡、クリーンナップが控えているため稲内としてはこの回最低でも1点は取っておきたい。しかし白川の3打席目を迎える前に275は終了。276話では駒大関連と5回の裏の一部が描かれていました。276話ではすでに甲子園の切符を手に入れている南北海道代表の駒大藤巻ナインが西東京決勝稲内対聖堂の試合をテレビで観戦していました。駒大が甲子園の切符を手に入れていることが判明したのは262話。また駒大以外にも徳島の吉永、群馬の白龍、長野の大衆学園、山梨の矢守学園、こういった高校も262話で甲子園の切符を手に入れていることが判明しています。ちなみに先ほど駒大ナインと言いましたが、テレビで観戦していたのは5名、この5名のうち名前が判明したのは3名、2年生バッテリー本郷炎上、駒大キャプテン西、残りの2名は名前紹介なし。つまり駒大についての最新情報は特にありませんでした。もし第2エースで三重県内の最後の夏甲子園編が描かれた場合、
駒台はラスボスであるため、もう少し新規の選手が登場、試合前や試合中に深掘りされることを期待しています。276話では冒頭ページで駒台関連の内容が描かれていたので、西東京決勝、稲瀬聖堂、フリア対白川の3回目の対戦しか試合内容は進行しませんでした。しかし今回の決勝戦において重要な回となった276話、0対0で迎えた5回の裏、ワンアウトランナー1・3塁、このケース打席には2番白川を迎える。白川今回の決勝戦1打席目はノーアウトランナー2塁から送りバントを決めチャンスメイク、2打席目はフォアボールを選び出塁成功。白川この試合2番バッターとしての仕事をしっかりこなしていることがわかります。昨年の夏大決勝では当時1年生だった聖堂フリアから1本もヒットを打てなかった白川、一体今回の3打席目はどんな打撃内容となったのか。フリア対白川3回目の対戦、白川はこの打席5回の裏ということで、現状神宮のグラウンド状況は荒れている。そのため普通のキャッチャーならパスボールやワイルドピッチを避けワンバンするようなボールを要求しない。しかし聖堂のキャッチャーは三幸和也、高校前から三幸のことを知る白川、三幸だったらグラウンドが荒れていようがワンバンになるようなボールを要求してくるに違いない。そしてマウンドに立つフリアが一塁ランナー亀谷を目で牽制してからの1球目、低めへの縦スラが枠を外れワンボール、つまり白川の弓が的中。三幸は初球からワンバンするようなボールを要求。続く2球目、白川アウトハイのまっすぐに振り遅れてしまいファール。2球目を終えカウントワンボールワンストライク、平行カウントということで稲瀬としては何か仕掛けるタイミング。ワンアウトランナー1・3塁、打席にはバントに定評がある白川、そのため定番のスクイズか自身も生きるセーフティースクイズ。一塁ランナーが神谷ということで、神谷の盗塁後白川の一撃、稲瀬が2点先制、もしくは神谷の盗塁後大エースでは久々のツーランスクイズ、稲瀬が2点先制、最悪ゴロゴーで稲瀬が1点先制。一体稲瀬はどんな作戦を決行するのか。そして運命の3球目、聖堂ピッチャーフリアが投球動作に入った途端、打席の白川はバントの構え、三塁ランナーの神宮寺スタート。つまりナイスはこのケース王道のスクイズを決行。聖堂バッテリーはウエストでスクイズを阻止しようとしたが、白川の執念、甘かったウエスト、こういったこともあり白川はウエストされたボールをバットに当てフェアゾーンへ。白川は一塁フォースアウトとなりましたが、三塁ランナーの神宮寺はホーム生還、イナイスが1点を先制したところで276は終了。以上、今回は281話救済特集、直近の合併号から現在に至るまでの内容を振り返る前半部分を紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。